ハイボール飲みたいです。ハイボール飲みたいです。ハイボール飲みたいです。ミルクティーじゃないでしょ。ハイボールです。リク。リク。いやー、ハイボール今日飲みたいですね。いろいろ今日もありましたね。今日どうですか？ありましたか？いろいろと。どうですか、あのここ月なんですよ。月、あそこ宇宙、あの地球があそこにあるんですけどね。月です。月から宇宙を眺めております。あ、地球か。地球もありますよ。地球が宇宙です。ここ宇宙ね。いやー、ハイボール飲みたい。あ、これちょっと炭酸ないな。これ前のやつだな。炭酸ねー。炭酸ない。全然ハイボールになってない。ハイボールですね。超絶微炭酸ですね。炭酸なくなってます。昔のなんで。いや、これね、500飲みきれんよね。いかがお過ごしでしょうか。今回はピンマイクじゃなくて、あのロードのマイクで行ってます。そう、あのピンマイクね、いちいちこう設定してこうやるのめんどくさいんですよ。まあめんどくさいくはないですけどね。まあ両方ありますんで。いや、でもなんかあれですね、この感じ。そう、いやー、ちょっと食いましょうか。いつものやつです。チップサー、チップスター、チップスター、はい、チップスターいきます。いやー、今日仕事した。今日ね、夜ね、コンサルが入ってまして、いいコンサルができました。グッチョ。なかなかいいコンサルしましたね。ルルちゃんが騒がしいです。ルルちゃんがね、最近あの段ボールお気に入りで、CM にしておきましょうか。パソコン工房にルルちゃんが寄ってくるかもしれない。パソコン工房。パソコン工房見えないか。パソコン工房見えないですね。いいか、いらんな。ルルちゃんが、あの里親が決まりました。里親が、里親が決まりましたよ。
あの今度ジョニーおじさんっていうね、ジョニーおじさんっていう親切なおじさんに、ちょっとジョニーおじさんが里親です。ゆるちゃん、あ、映んないかこれ、ちょっと映んないですね。あ、戻ってくる、戻ってきちゃうすいません、戻ってきちゃいます。夜になるとね、あれなんですよ、1月終わりますね。1月なんかソニーのカメラのまだちょっと使い方がちょっと分かんないですね。まあ、慣れてない、まだ慣れてないです。ちょっとルリちゃん、ちょっと段ボールうるさいからこれ片付けましょうか。段ボール撤去、今段ボール撤去します。静かになりました。でもなんかあのこの青の感じがいいっすね。青の感じが、うん、青いのいいね、エロいっすね。もうちょっと暗くしたらどうなんだろう。暗くしてプラスちょっと、あ、暗いね、めっちゃ暗い。いや、そうそう、あのね、今日あのワンズの時の扉を聞いたんですよ。ワンズのこうブログのネタにもしたんですけど、びっくりしましたね。時の扉歌ってるボーカルの人がめちゃくちゃおじさんになってまして、みたいな、な、当時の面影が全然なかったですね。全然なかった。ちょっとあのボーカルの方にはちょっと申し訳ないですけど、全然面影ないですね、当時の。まあ年取りますよね。なんか51歳らしいっすね、もう。まあ、僕も40、今年2ですからね。今年42ですよ。やばくないですか。どうすか、42ですよ。
でも42歳、まあ、まだ1歳ですけど、あの未来こんなやってるとは思わなかったですね。人生本当何があるか分からんですね。想像できないですよね。そう、本当に。人生何があるか分からん、頑張っていきましょう。でもね、ルルちゃんね、なんかジョニーさん、まあ勤務研究所のメンバーに入っていただいている方なんですけど、あの僕のところに来ると思ってましたみたいな、感じてましたみたいな、マジっすかみたいな、ルルちゃんが僕のところに来るんじゃないかなと実は思ってましたみたいな、なんか繋がってるんですよ、いろいろと。まあでも役目は果たしたんで、ルルちゃんの、まあ、ずっとね見守りたいところはまあありますけど、結構仕事に影響がある。いてこれはあのルルちゃんが私を捨てないでって言ってるのかな。ルルちゃん、まあ捨ててるわけじゃないですけどね、見捨ててるわけでもないんですけど、ああ、まあ見捨ててたらね、そもそも保護してないですからね。でも元気になってよかった。うん、元気。なんかでも入院、なんかね、入院2、3回したんですけど、まあ、このままだと死ぬかもしれませんって言われたこともありますからね。なんか死ぬかもしれません、眼球を摘出しないといけないっていうもう言われましたから、まあちょっとね眼球右目か左目かはちょっとね、あの後遺症みたいなの残ってますけど、まあまあまあ綺麗にちょっとはなってたんで。いやほんと元気ですよ今、マジでめちゃくちゃ元気ですね。ほんと元気、うん、はあ、エロいな、エロくないですか。いやーエロいな、どうすか、うん、でもなんか照明つけるとなんかいいっすね、なんかあの雰囲気出るんで本当に。ルルちゃんがチップスターの蓋で遊んでます。チップスターの蓋で、でも最近まあ、鹿児島も普通に寒いんで、あのね布団に入ってきますよ。昨日はね足元で寝てたかな。たまにあの腕枕して寝ますからね、たまに。
ちょっとあの、ちょっといいっすか。ソニー早いっすね。ソニーのオートファーク、フォーカスすげえな。ちょっとあのカラビいただきます。これ70円ぐらいだったんで。もう辛いの好きなんですよね。辛いの好きなんですよ。うまい。ちょっとねハイボールが残念ですけど、炭酸がないっすね。ハイボールになってない。ハイボールになってないですよ。いやー、ルルちゃん元気です。ああ、まあでもあのフルサイズのカメラをね、こんな使い方で撮影してアップする人は本当に僕しかいないですから、マジで多分ね、いないっすよ。まあさ、 YouTube でも探せばいいのかな。もう照明もつけてですよ、これですよ、ぼやいてるっていう。でも僕は思うんですよね、なんかインターネットってどうすか、なんか作られてる感あるじゃない。まあ編集はもう作ってるわけなんですけど、なんかその生、僕はね、 YouTube のいいところっていうのは、僕はね、その生、その素人が発信してるわけですから、その生っぽいホームビデオですよ。 YouTube に一番最初にアップロードされたのはゾウさんの前のホームビデオカメラなんですよ。だから それが僕 YouTube の意図だと思うんですけど、今の YouTube ってもう業者じゃないですか。個人も業者みたいになってるんで、まあそれはそれでね、クオリティがこうなんかね、テレビっぽくていい部分あると思うんですけど、いやだったらテレビ見ればいいじゃんみたいなね。なんかこういうのも、こういうのができるのが YouTube じゃないですか。テレビ番組でこんなできないじゃないですか。なんかもうテレビ番組に寄せてると、なんか近くなっちゃったっていうかね。
その素人っぽいのがいいんですよ。そうだけど、そのなんかすげえぼやいてるだけなんだけど映像綺麗だなみたいなね。このギャップですよね。ギャップ大事っす。そう、なんかおっさんがぼやいてるけど映像はなんか綺麗だなみたいなね。もう42ってほんとおっさんですよね、うん、すいません、僕より上の方結構多いんですけど、すいません。でも今年はね、僕ね、ほんとなんかね、いろいろある気がします。今年はなんかね、いろいろつながりそうな感じがしますね。なんか今まで結構やってきて、それがなんかいろいろとつながってきそうな。そう、なんかちょっと面白い年になりそうですね。まあセミナーもやりますしね。セミナーも東京開催なんか5年ぶりぐらいにやるんで、まあ日程まだ決めてないですけど、5年ぶりぐらいにセミナーやるんですよ、東京。なんかなんにんくるのかな、東京ね。5年ぶりにやって一人ですよ。脳汁太郎一人みたいな。でも本当早いっすよ、時間は。まあ動けるうちにね、いろいろやっとかないと動けなくなりますから。この前僕久しぶりに走ったんですよ。久しぶりにね。で久しぶりに走ったら走れなかったっす。走れないっす。なんかもうみたいな。走れないっすね。なんか。めっちゃ重いんですよ、足が。最初はちょっといけるんですよ。でもだんだんなんか秒で乳酸菌たまるんですよ。秒速で乳酸菌がたまります。でめっちゃ重くなって動かなくなるんですよ。やばいですね。もう筋肉もだいぶないんで、僕ね全然運動してないですからね。ジムとか行ってないんで、まあジム行かなくてもね、まあここで筋トレしてもいいんですけど、そういうのもしてないですから。いや本当に体力落ちたなっていうのは感じますね。どうですか、体力落ちません？落ちますよね。なんか小学校の時とかね、なんかどんだけ走ってもあんま疲れねえみたいな感じの時なかったですか、小学生。なんかねこの前走ってびっくりしましたね。なんかもう動かないんですよ。なんか乳酸菌溜まってなんか重いんですよ。なんかしかも股関節も硬いし、なんですかね。なんか前に意識はですよ、意識はその足を動かしてるんだけど、意識は足を動かしてるんだけど、なんかついてこないんですよ、意識に対して。足がやばないですか。あ、やばいですね。いやもうちょっとね、
40過ぎて運動してない人ちょっと走ってみてください。もう秒で乳酸菌たまりますよ多分。で股関節痛い。まあ日頃からねやってる方は大丈夫だと思いますけど、あびっくりしましたね。うん、あそう電池買ったんですよ電池を、このソニーのこの電池を、あこれちょっと映んないかな、ソニーの電池新しいの1個買いました。あと充電急速充電のやつも純正の買ったんで、頑張ろう。あと何年生きるのかな。あと何年生きられるんですかね。動画も生きてないと撮れないですからね。死んでからも、死んでレックボタン押せないですよ。10年後はね、髪の毛ないっすね、多分ね。あんのかな。まあ今ちょっと分かりづらいですけど、まあ、分かりやすい映像もありますんで、髪の毛ない感じの。今ちょっと分かりづらいですよね、暗いし。いや本当にハゲてきましたからね。でもこんなの食ってっからハゲんのかもしれないですね。もう化学調味料まみれですよね。こう化学調味料まみれじゃないですかこんなの。化学調味料まみれですよね。この後ラーメンですよ。絶対体に良くないですね。でもね、ハイボール飲んだ後のラーメンめっちゃうまいですよ。いや本当にねうまいですね。酒飲んだ後のラーメンはうまいですね。なんですかね、あの油が染みるんですよね。すごい染み渡る塩気と。ちょっと開けますか。いやでもねこれまた明日も飲ま、明日ちょっと日焼けるとダメだな。こう炭酸水がねすぐ炭酸なくなっちゃうからね。痛い。じゃあちょっと痛い。ルルちゃん、
ルルちゃん痛いですよ。痛い。ちょっと本当に勘弁。マジ痛い。いや本当痛いっすからね。めちゃくちゃ痛い。痛い。ちょっと本当に痛い。いやマジか。痛い。これジョニーさん大丈夫かな。ジョニーさん。まあでも6月ぐらいなんで、まあちょっとおとなしくなってると思います。今ねまだ子供ですから。ああダメだ。ちょっとお願いします。いやこれはどうぞ。30分か。電池は 71% ですね。30分で 71% か。まあ、全然まだですね。全然まだいけますね。昔の一眼だったらね、もうこれ以上撮れないんでね。昔の一眼は30分で終わりですから。まあ、このアングルのこの感じの動画も、まあ、5、6本は撮ってる。5、6本アップしたかな。さあ、あの男飯もねこれで撮りました。男飯もこれで撮りましたよ。まあ、そのうちちょっとねかっこいいやつ撮って編集して何本かと、やってもいいですよね。せっかくなんで。せっかくなんでね、ちょっとやってもいいですよね。だからあれも考えてるんですよ。なんかこの、ジンバルっすか。ジンバル。ジンバルでもう かっこよく撮る。まあ自己満すけどね。でもね、あんま使わないですからね。だからその使う頻度が少なすぎるので、買ってもどうなのかっていうところでね。まあ基本的にこういうぼやき動画がほぼメインになるんで。ルルちゃんがキャップで遊んでます。猫って何考えてるんでしょうかね。猫って何考えてんだろうな。ルーちゃん何考えてんの。
猫の脳みそってどうできてるんでしょうね。まあ、人間ぐらいじゃないですか、なんかいろいろ考えられるの。まあそのチンパンジーとか猿もね、ちょっと頭いいですけど、なんか人間みたいな感じ、人間ほど考えられないじゃないですか。まあ人間っていうのはだからいろいろ考えられるから、まあ高性能だけども、高性能すぎて、あの悩みとかね、いろんな悩みがあるから、まあ僕がビジネス成り立つっていうのもあるんですけどね。みんな猫みたいなね感じだったらね、商品売れないですね。みんな猫だったら商品売れないですね。まあ売れるとしたら餌っすね。餌は売れますよね。腹減ったっつってね。僕がやってるようなその悩みを解決するみたいなものは、猫の脳だったら売れねえだろうな。猫って悩みあるんすかね。猫悩みあんの？ルルちゃん悩みあります？ルルちゃん悩みある？君に悩みありますか？君に悩みあるんですか？なんか悩みなさそうですよね。悩みある？ルルちゃん、ルルちゃん悩みあんのかな。悩みなさそうだよな。いいっすね、悩み無用、にゃんにゃん。悩み無用、にゃんにゃんですよ。僕のもう髪の毛ね、もうちょっと生えてほしいなと思うんですけども、ちょっと生えないですね。生えんのかな。でもあともう8年後には50ですよ。50っすよ。まあ今ね、50以上の方には申し訳ないですけど、50の自分ってどうなってんすかね。まあ50になってもこんな動画撮ってるんでしょうね、多分ね。50になってもこのぼやき動画撮ってるでしょうね。まあ僕が生きてるのか、日本があるのか、地球があるのか分かんないですけど、地球なくなる説ってありますかね。なんか都市伝説で2025だったかな、なんか起きるみたいな、なんかあったと思うんですよ。今日はちょっとゆっくり寝れそうですね。ちょっと今日結構やったな。まあ最後コンサル良かったし、やることやりました。今日は今日に満足。でもなんかね、書類たまってんすよ。で書類まだやってなくて、それがちょっと、もう書類嫌っすよね。書類嫌だな、書くの嫌だな。なんかちょっと書類の仕事が残ってまして、もう嫌なんですよね。後回しですよ。しかもなんか難しいんですよ、その書類が。よくわかんないですよね、書類。あの
経理とか事務いないんで、僕が全部やらないといけないですからね。ださあ、その書類系嫌っすね。書類系マジやめてほしいですね。もうズーム会議でいいじゃないですかね。ズーム会議、あ、そう、イエスかノーみたいな、これどうですかみたいな。ルルちゃん元気だね。元気だね自分。いや、めちゃくちゃ元気ですよ。元気だね。いいことです。はあ。まあ泣かないからね。泣くとちょっときついですけど、泣かないんで、まあ。でもね、檻の中入れるとね、泣きますね。竹内力さんのあのなんかショート動画というか、なんかレベゼン地球さんの切り抜きショートかな、なんかそのレベゼン地球さんのあのライブかなんかに竹内力さんが出てて、それが切り抜かれてたショート動画見て、そのタバコやめたみたいな、その竹内力さんの友達がなんか死に際にもうやめとけと、こうなるぞみたいな、なんかそういうのがあって、そっからなんかあの辞めたらしいんですよ。まあ僕は竹内力さんのね、南の帝王とかでガンガンのあの吸ってるわけですよ。まあでも、ね、竹内力さんのねタバコ吸うシーンはねかっこいいんですよ。かっこいい。そう、あれタバコ吸ってなかったら あの感じ出ないですよ多分。僕一応南の帝王はね、多分ね全シリーズ見ましたよ、多分漏れなく、おそらく。いやー、南の帝王はね人生のバイブルっすよね、あれは一つの。まあ福本作品も僕好きなんですけどね、竹内力のやつはね、あの南の帝王、新南の帝王で千原ジュニアさんが、いや千原ジュニアさんは申し訳ないですけど、やっぱ竹内力さんがやっぱすごすぎるので、役がねなんかハマりすぎてるんで、まあ千原さんのも何本か見ましたけど、いやあれはまああの南の帝王はね、ほんと僕はねすごい好きっすね。銀ちゃんなんとかなりまへんのみたいなね、おいみたいな、行くぞみたいなね。いや竹内力のあの南の帝王はマジいいっすね。あれはもう名作ですね。あの BGM もいいんですよ。BGM もなんかちょっと最新の BGM じゃないですけどいいんですよ。トゥトゥトゥ、なんかそう、敵に向かう時とかね、あの BGM もねいいんですよ。 BGM もいいっすね、あれは。
ちょっとみやみの手を見たくなってきましたね、また。いや、あれは名作っすね。あれは、もう案内、あれはもう作れないでしょ。ね、ちょっと。あれはもう、あれはもう作れないと思います、あの映像は。昔だからできたと思うんですけど。あれは良かったなぁ。だそのコロナの時にあの U-NEXT とか U-NEXT でそのたあの南の帝王ブワーってあって U-NEXT でずっと見てましたね、久しぶりにコロナの時毎日南の帝王見てましたよ、あのコロナの時。なんか U-NEXT の自己セルフバックがあって1500円ぐらいだったんですよ、無料登録で。でそれで登録したら南帝王あって全部見てましたね、ずっと。また何回見ても結構面白いですね。あ、闇金牛島くんもいいんですけど、なんか闇金牛島くんもいいけど、いやー南の帝王はやっぱあれは強いですね。闇金ドックスってやつもあるんですけど、闇金ドックスも面白いです。闇金ドックス5はもうマジやばい。闇金ドックスの5は本当にやばいですね。あれは5はめちゃめちゃ名作だと思いますね。すごいなんかセンセーショナルな感じですね。闇金ドックスと闇金牛島くんと南の帝王そう、いや僕はずっとお金のコンテンツ扱ってますからね、お金にまつわるエトセドラですよ。そう、まあカイジもねお金だし。そう、でもあれも僕麻雀できないですけど、赤木もめっちゃ面白かったですね。麻雀できないけど僕、赤木も赤木も良かったな。麻雀知らないんですけどね、麻雀できないけど全然楽しいですね、あれは。あのね、赤木のあの、まあ、僕はアニメで見たんですけど、そのナレーションのその刑事役、刑事だったかな、ナレーションがいいんですよ。なんかその解説していく、赤木の手配をこう解説していくんですよ。まさかこうなのか赤木みたいなね。なんでそれを撃つんだみたいな。普通だったらリャンチャンソーだろうみたいなね。なんでここはみたいな。バカなみたいなね。そう。僕漫画本あんま見ないんですけど、漫画本で僕は満喫で、まあもう最近全然行ってないんですけど、東京にいる時は満喫結構行ってて、僕は印象深いのはやっぱり自殺島ですね。自殺島っていうのがあるんですけど、あれはねめちゃめちゃちょっとね僕はあの学びが深いですね。そう、まあそのなぜ人は生きるのかっていうか、なんかそれなんかねすごく自殺島はインパクトありましたね。自殺島だったと思うんですけど、多分自殺島だよな。いや、自殺島もう一回見たいな。
あ、自殺しますね。あ、自殺島終わったんだ。なあとあれだ、あの吸血鬼のやつ、吸血鬼のやつもハマったな。あれめっちゃ吸血鬼のやつなんだっけな、機械島だったかな、機械島。アニメ漫画、なんかね、機械島じゃない、なんか吸血鬼のやつあるんですよ。そう、そう、吸血鬼なんだっけな、あれもハマったな。結構ねシリーズ出てるんですよ。いや満喫最近行ってないな。いや満喫も学びですからね。名前がちょっと出てこないですね。あ、ちょっと電池が切れちゃった。電池こっち切れちゃいましたね。50分。うわ、ブルーですね。なんだっけな、名前。あ、期間、これだ、これ。これだ。彼岸島だ。彼岸島ですよ。彼岸島。彼岸島いいですよ。彼岸島。彼岸島だ。そう、彼岸島は面白かったな。彼岸島面白いっすよ。うん。彼岸島面白いよ。ちょっと。これ充電、今ちょっとまたライトつけました。充電しながらいけるんで。充電、ケーブルつけました。ケーブルつけて。いや、でもこのぬる感いいな。このぬるぬる感。ニュルニュル感。痛い、ルルちゃん痛いよ、ルルちゃん、ルルちゃん、痛い、どうもー、痛い、痛い。夜になるとね、活発になるんですよ。
もう野生の血が、野生の血が駆け巡る感じですね。今日はラーメンがうまいですね。ラーメンがうまいですよ、これ間違いない。リク、おすすめです。リク、リクのハイボールは、ね、飲みやすい。痛い痛い痛い、ルルちゃん、ルルちゃん。ああ、まあこの後ラーメンですからね。ちょっとラーメンがやばいっすね。ラーメンがやばいっすね。はあ、いや、この動画の容量もやばいっすね。今57分でしょ。前1時間40分ぐらい回したんですけど、やばかったっす。80ギガぐらい、80、違うわ、100ギガはいってないか、80何ギガだったな。まあ、YouTube はね、250ギガぐらいまで1本あたりいけるっぽいんで。ただアップロードがね、あれですよ、アップロードがえぐい。めちゃくちゃ時間かかりますね。いやー、頑張ろう。でも1月は結構ね、僕の中では結構濃いですね。1月は本当になんか結構2024年の1月は濃いですね。 いろんなことやってるから。本当に濃いっす。このカメラも買いましたからね。このカメラも、あー、いいよ。この前ね、僕あのルルちゃんに金玉を食われる夢を見ました。片方、そう、爆笑問題かみたいなね。そう、ルルちゃんに金玉食われましたからね、片方。痛かったですね、結構。まあ、夢ですけど。今あの寝ております。
やでもこのなんか煮る感がいいっすね。酔っ払ってきた。酔っ払われるのも生きてるうちですからね。酔っ払われるのも。まあ、これ1万本取ってきますから。アルファ 7C R2 1万本です。ソニーのね、多分ね、今マーケティング部門も多分ね YouTube 結構見てると思うんですよ。 YouTuber とコラボしてるんで、ソニーはなんか多分1万本も取れば。でもソニーから来ないね。ソニーからの企業案件は絶対来ないですけどね。まあいいんです、いいでしょう。あ、企業ソニーさんってユーチューバーにいくら払ってんのかな。ね。結構ね、ユーチューバーとタイアップしてるんですよ、ソニーさん。いくら払ってんのかな。でも僕はね、ソニーに。あれですよ、ソニーのやっぱね MD ウォークマンがねやっぱ印象深いですね。ソニーの昔はねカセットテープ、カセットプレイヤーだったんで、まあ、カセットプレイヤーもソニー使ってましたけど、 MD ですよ、 MD。 今 MD って使ってる人いるんですかね。 MD MD いんのかな。 MD 使ってます、今 MD。 まあそもそもね CD をそのレンタルするみたいななくなりましたからね。昔は CD をレンタルして MD に録音するみたいな、まあ、カセットテープに録音してましたけど、そこから MD に変わって、今はねもうあのネットでね、クラウドでいくらでも再生できますからね、時代ですよね。録音なんかレンタルして CD を録音するみたいなね、なくなりましたけど。今後どう変わってくるんですかね、時代は。でもまあまあまあ、個人でもねこういうカメラを使えばこんな感じの映像が撮れるわけじゃないですか。まあ僕はぼや編集してないんであれですけど、すごい時代ですよね。なんか本当に時代、なんか僕はラッキーだなと思うのは、なんかその時代のその流れをこう感じてきた、感じてこれたっていう。だから今生まれた人はね、もう生まれた瞬間からスマホじゃないですか。だからそのスマホまでになるまでの過程っていうのは体験してないですよね。もう生まれた瞬間スマホみたいな話で。だから僕の世代なんかはカセットテープ、ビデオデッキとかねあったし、まあビデオデッキはその後ブルーデー、あ、じゃあその後 DVD、 その後ブルーデーみたいな話じゃないですか。もともとね VHS みたいな話で、で音楽もツタヤで借りてきて、でカセットテープに録音したりとか MD に録音したりとか、でそっからねクラウドでっていう。まあ、あとガラケーですよね。そうガラケー、
ガラケーからスマホに変わり、なんかそういうなんか時代背景をね、まあ見れたんで、まあ良かったなと思いますね。なんか今生まれたこと人は時代背景見れないじゃないですか。これからの進化ってそこまで僕はあんまないと思うんですよ。そこまでめちゃめちゃ革新的な進化っていうのはあんまないと思うんですよね。そう、なんかもうある程度基盤が出来上がっちゃってるからね。だからなんか iPhone が新しいの出てもそこまでの感動ってなくないですか。でもカセットウォークマンから MD ウォークマンにこう変革した時ってすげえなみたいな話ですよ。だからアナログからデジタルですよね、変わった感じなんで。昔はね、カセットウォークマン時代の時はなんかさ、早送りが早いぞみたいな話だったんですよ。なんか何十倍で早送りできますみたいな。MD になったらデジタルですから、ワンボタンで早送りじゃないですか。もう次の曲いけるみたいな話で、昔は何十倍速みたいな。カセットだから VHS とかもその早送りとか巻き戻しすげえ早いよみたいな、ブーンってめっちゃ早いよみたい なんかそういう時代でしたけど、そっからね DVD になったらね、ワンボタンでまあキャプチャー移動みたいな話で。おお、だからまあ僕らのその昭和、僕昭和57か8か57か、まあ僕とね同じ世代40、まあ僕まだ1で今年2ですけど、まあ僕と同い年ぐらいはなんか時代背景をねこう垣間見てきたんで、だ逆に言うと僕と同じ世代の人はみんなやるべきですよね。だって時代背景分かってるわけじゃないですか。昔できなかったことは今もうできるわけじゃないですか、普通に。だからなんかそこに対してなんかうわすごいぞっていう価値というかね、なんかもったいないなと思いますよね。まあそのやってない人を見るとね、だって昔なんかあの和音とかガラケーの時ね、和音とか単音から和音か、なんか16和音とか32和音になって、僕は高校生の時かなんかその16和音とか出て着メロでね、感動してましたからね。和音だみたいな、単音じゃなくて和音だみたいな、なんか感動してたんで、そういうのないじゃないですか今。ちょっとルルちゃんうんこしてるかもしれないです。いや多分うんこしましたね。うんこしたな。まあ1時間9分。ああちょっとラーメン美味しいだろうな、この後もうラーメン食って寝ますよ。ラーメン食って寝る。今日はね頑張ったよ、今日はやったな。なんかこの仕事をこうやりきった時のお酒が一番うまいですよね。仕事結構やった、やりきったなっていう後のやっぱ酒は一番うまいですね、今日はなんかいろいろやったな、今日は充実してたな。
ルーちゃん、うんこですか？うんこした？うんこしたんですか？ケツ拭いてないけど。ああ。じゃあ終わりましょうか。これね、アップロードもね、ギガ数が相当、1時間だから、まあまああるな。ちょっと明日も飲まないとこれ炭酸がなくなっちゃうんで、ちょっと明日飲もうかな。はい、ではちょっと2024年も1月終わっちゃいますけど、頑張っていきましょう。もう人生ほんとあっという間ですよ。大丈夫ですか？いろいろやっていきましょう。やれなくなりますから。ルルちゃん、ルルちゃんでーす。ルルちゃんでーす。痛い。まあ、それではまたお会いしましょう。